はい、どうも、つけ麺ズー、そっちょだ、あべちゃん、はい、はい、今日は富士の山食堂、富士の山食堂、そう、富士の山食堂さんに来ました。でマウンテン、そう、チキンカツカレー、名物のね、スパイシーマウンテンチキンカツカレーの大盛り、大盛りを今日は翔ちゃんが、翔太さんがやってもらいます、挑戦。ペロリといっちゃうぜ。余裕？余裕です、しこべりなんで。しこべり初めて使った。行こうか、ほんじゃ、はい、行きますか。行きます、行きましょう。行く、どっちでもいいよ。帰るよ、じゃあ。じゃあ俺だけ帰っとくわ、あの二人とっといて。あ、じゃあ俺も帰るわ。うん、じゃあ翔ちゃん一人で、俺一人一品で、はい、はい、じゃあ行きます。せーの、飛ぶのか来ましたー、でっけえカツが11枚乗ってんねんな。カツくん、よっしゃ、ありがとう。なにその気合い、結構重いっすよね。まあ、翔ちゃんならペロリや。ねえ、いっそいっそ。ん？このカツ、いかつい。おお。え？このカツ、いかついよ。ああ。何その。お、先にご飯から行く作戦？すごいよ、カツの量が。ねえ。えげつない。じゃあ、いただきます。うまっ、おいしい。辛い？あ、結構辛い。辛いんだ。あ、でも美味しい、なんかすごい、なんだろう、ツルツル。あー、なるほどね、野菜とか結構すごいツルツル、煮込まれてドロドロになってるタイプね。ほら、ほんまや、つぶつぶなんすよ、つぶタイプ。おいしい、これ。いや、これいけるわ、カツ。合う、おいしい。あ、落ちた。うわ、大丈夫、すぐおしぼりでいけば大丈夫。それ、その服買ったばっかりでしょ。もう無理よ。あー、もう辛い。そんな辛いの？辛いっすよ。よだれみたいに枯れたりとか、かわいい。だって腸の真ん中にソースがピーっていってるよそんな耐える？なんか本格的そうやな、すごい。最近めっちゃ3ヶ月ぐらい煮込んだぐらい、そんな腐ってるで多分すごい味が深いんですよ。深いね。で、すごい後からカラスがめっちゃ出ます。へぇ、ご飯の量はこんなもんね。あー、やっぱカツが、カツがね、カツ、そうよね、イカツ。おお、やるやん、俺のやつまあまあやるやん。おお、食いっぷりがいいねすごい絶対アゴにつくじゃんペースいいよ。でも、ほら、もうあと半分もうないよ。勝つのもう3個ぐらいしかない。そうっすね。その食い方よ。カレー、めっちゃついてるわ。下のここら辺にもついてる。そんなとこにカレーつく人初めて見た。そんな辛いんだ、翔ちゃんでそんな辛いって感じだったら結構辛いかもね。汗が出た。あ、これでカツ全部完食。うん、カツが全部、あともうご飯、ルーだけ。すごい、ペロリ。
はい、完食。すごいね、ペロリだね、本当に。10分以内には余裕で食ってる。辛かった？でも味はどう？味は美味しい。すごいなんかじっくりコトコト煮込んだやつ。おすすめです。はい。でも辛いです。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。バイバーイって。美味しかった？美味しかった。